ペーブメントデザインとは、ペーブメントの図案、パターンデザイン。インターロッキングブロック時期など、道路の舗装、舗装した、道路面、歩道、舗装した、歩道、公園やガーデンの中の縁路や中庭で、石や、レンガなどで舗装した道や広場の路面のデザインのことを、主に呼び、外交ペーブメント床に描画された図や、パターンなどのデザインが施される。乱雑なパターンで、 ペーブメント材を貼る方法はクレイジーペーブメントと呼ばれることがある。ペーブメントデザインはレンガやインターロッキングブロック等のユニット材が使われることが主であり、その際に伝統的また西洋的なディテールパターンを参考にすると綺麗な仕上がりを作ることができる。このためペーブメントに限らずランドスケープのデザインなどで平面図を魅力的にするため、 またビルの周囲に展開させるランドスケープであるとビルの窓から俯瞰がなされることがあるため図面にパターンを持ち込む手法がある。建設分野でのカタカナで表記するペーブメントは石や崩壊状のペーブメント材料を使用した屋外の床面または表面の被覆補装。ペーブメント材料にはアスファルト、コンクリートの他に岩石、色紙、人造石、レンガ、 タイルがあり、時に脇などの材が含まれる。ランドスケープアーキテクチャでは、ペイブメントは、ハードスケープの一部であり、歩道、路面、パティオ、中庭などに使用される。ペイブメントは、古希フランス語の歩道、通りに打たれる、または下に打ち込まれたフロアを意味しているラテンのパバメントムから来る。打たれたフロアの意味は、その言葉が英語になる前には廃止されていた。 モザイクのようなパターンで舗装された歩道は、ローマ人によって広く採用されている。ライト円形模様のコンクリート舗装ブロック区形の、コンクリート舗装ブロックペーブメント材は、舗装用の石、タイル、レンガ、または、レンガのようなコンクリート片で、外装材として、一般的に使用されている。工場では、コンクリートとある、種の着色材の混合物をある形の金型に、 注ぎ入れて硬化させることによって、コンクリート補償材を作る。標準的なコンクリート基礎を注ぎ、上に砂を散布し、次に補償材を所毛のパターンで敷くことによって適用する。実際の接着剤、または保持方法は、縁取りを除いてつぼ量そのものの重量以外には使用されない。したがって、道路、車道、パティを、 歩道を呼びたのを区外のプラットフォームを作るために使用することができる。インターロッキングコンクリート舗装道路インターロック式コンクリート舗装は舗装の一種である。この特別なタイプの舗装はセグメント舗装としても知られており、レンガ、粘土、またはコンクリートの代替品として非常に一般的で誕生から数十年の間に登場している。こうした舗装は過去にも 舗装の分析器として、ローマ人から数千年にわたって使用されてはいた。そして、ローマ人はまだ住人たちで共に道を建設していた。しかし、1940年代半ばまで本格的に出現されてもいなかったこの種の舗装業者も、やがてオランダで出現。この国は海面下にあり、地面の動き、動き、沈み込みのため、すべての道路面が重構造である。 注ぎ込まれたコンクリートでは割れてしまうため代用がなく、そのためコンクリート以外の個々の単位でコンクリートそのものよりはるかに優れた性能を発揮している。コンクリートで作られる前には実際の石または粘土製品が使用されていた。最初のコンクリート舗装業者の製品は 4X8 インチのレンガのような形をしていてオランダ石と呼ばれていた。 これらのユニットは経済的に生産され非常に強度があった。経済的であることに加えて絡み合ったコンクリート舗装材は水浸透性設計で広く利用可能であり生態学的利益が追加されている。自然吸収を模した方法で舗装に水を流すことによって地表流出量を制限し土地侵食や周囲の土地の定常水の蓄積を防ぐことができる。 いくつかの透過性舗装材は、雨水を収穫するように設計されており、灌漑や洗車場などの用途に再利用することもできる。石舗装材は別のタイプの舗装材である。このタイプの舗装材は、美しさ、強度、耐久性の面で高く評価されているため、建築や造園分野で広く使用されている。石の舗装は、石灰石、ブルストーン、玄武岩、 砂岩及び花崗岩などの多くの材料でできている。石は直射日光の当たる場所に置かれ、プールサイド、パティを歩道、屋外エンターテイメントエリアの使用需要が多い。トラバーチンは耐炎性があり、太陽光反射が少ない。花崗岩の舗装は、積載強度と密度が高く、屋外での使用や維持管理が容易である。石灰岩の舗装材は、山岳地帯や、 海底の海底に見られる堆積岩である天然石灰岩ブロックから切り取られている。また石灰岩は独特の自然な色の変化を持つ傾向がある。サンドストーンの舗装は天然石から得られ、歩道、パティを裏庭に使用される傾向がある。ありがとうございます。